今日のご飯はチキン、ソルト、レンファ、ハルカ、モチのマイマイです。本日はクリスマスパーティー、イエーイ。あ、やばい、ごめんごめん、なんかすごい手が回ったもうご飯に入っちゃうからね、抜いときます。じゃあ楽しみですか？楽しみでよかったね。やばい、なんか急にやばくなった。知の低下してたね。じゃあ、改めてクリスマスパーティーやっていきましょう。イエーイ。なんかめっちゃいいお部屋です。そうかね、クリスマスパーティーに向いてる。なんか美味しそうなものいっぱいあるよ。美味しそうなもの。じゃあ、ドリンク持っていく。みんなとりあえず、プレゼント、コーラいからリンゴ、コーラ、リンゴ、ひーちゃんもコーラ。じゃあ乾杯していきましょう。はいはい、メリークリスマス。メリークリスマス。これからもよろしくお願いします。お願いします。めすごい、なんかこのメンバーでさ、できて嬉しい。ね、ね、やったよ。美味しい。え、パーティー系って初？初かもね。初ね。焼肉パーティーがしたか。あ、はい。一人で私いないいないいない。じゃあ改めて6人でするのは初めてだね。改めて。嬉しい。これが。みんな食べれるよ。チキンとか。ほら見て。ケンタッキー。ケンタッキー。もう大好き。ボリューミー。なんかナゲットもポテトもチキンもいっぱいあるから、じゃあ食べよう。みんな食べていこう。あれみたい、ビュッフェみたい。確かに。うん、すいませんね、これを取ってからじゃないと話はできねえ。そうだ、はい、チキンも取って。チキンなんかパンツが腹が減っては戦はできぬよ。はいはい、給食のおばさん。おばさん。おばさんですよ。ありがとう。ありがとう。ね、でも懐かしい、あったよね、給食当番みたいな。あった、懐かしい。なんか当番がマジで嫌やった。え、わかるわかる。あ、これ絶対美味しいやつ。絶対美味しいやん。絶対美味しいところや。あ、あ、いいんですか。給食の好きなんだけど、はるか。でもこれ美味しいよね。うん、前回食べれんかったからね。え、そうだよ。え、でもね、ソルトとはるか食べさせてくれたから。あ、そうだ、食べちょっと心痛くなったね。あ、この人でかい。マイマイちゃん、マイマイでかいの食べるの。マイマイ絶対、大食い辛抱だから。大食い辛抱。日本語違う。でもなんかマイマイが食べてるとこって新鮮な感じ。なんで嘘だ、本当。あんま食べてるイメージないってこと。食べてるよ。マイマイ確かに何食べてんだろう、いつも。え、食べてるよ。確かに。なんか、だってマクドとか行ってもさ、ナゲットとポテトだけとか。ね、なんかダイエット企画の時のイメージしかない。ね、確かに。でもね、みんな一緒の食べれるから、ね、うん、やったー。食べよー。食べていきましょう。いただきまーす。パーティーが始まった感じする。ね、おいしい。うん、やば。すごい。なんかもうライブの打ち上げみたい。確かに。罪悪感なく食べれる。うん、そうだよ。確かに。動いたからね、みちゃん。うん。でもさ、新曲めっちゃ良くなかった。え、めっちゃいい。めっちゃ好き。今までと全然さ、うん、系統が違くて。かっこいいよね。うん、かっこいい。MV まだの人は見てください。絶対見て。本当に言って。感動するよ。うん。感動する。うん。なんて言った？おいしい。新面が入ってからさ、やっぱ新しい曲をやるわけじゃん。うん、めっちゃタイトだった。うん、やばかったね。爪爪みたいな。うん、頭パンクだった、うん、この1ヶ月マジで怒涛の日々。もうこの1ヶ月過ごしたから、今後うちらどんだけ忙しくても耐えられる。うん、うん、もう1ヶ月ずっとだよね、うん、休みなかったもん、うん、だってもう毎日毎日さ、みんなの顔見てたもん。うん、やばかったよ、本当に。でもなんかさ、帰りとかもさ、じゃあ、あと数時間後ね。すごいね、本当にそう。もう学校みたいにね、うん、また明日ね、また明日ね、みたいな、うん、学校じゃないもんね、もう数時間後だもん、うんうん、数時間後。24時間分かった時間ないんじゃない。本当に絶対12時間後には会うみたいな、うん、確かに12時間以内に、うん、そうやって忙しくできる、うん、みんなが忙しいのって嬉しい。うん、うん、めっちゃわかる、それ。なんか忙しくないとさ、家でさ、こんなになるんだよね、抜け殻みたいな。抜け殻ましてるから。だから逆に休みの日何していいかわからなくなった。わかる、めっちゃわかる。何してんのみんな。あ、気になる。え、もう家でぼーっとしてる。ぼーっとしてる。ぼーっとしてんだ。え、でもさ、せっかくクリスマスなんだからさ、ちょっとクリスマスの話しようよ。うん、うん、ない。ねえ、え、クリスマスは恋人と過ごす派？恋人いないんだわ。うん、ごめん。本当にその話だけはやめてもらってもいいですか？え、でも一応その中で彼氏と過ごしてるよ。ね、はるかもだよ。でも私は実家はやっぱ遠いから。そうね、うん、友達か、まあ、友達か、そうね、恋人か、まあちょっと、うん、ご想像にお任せしますよ。友達もいないんだけど、本当に。私によってね、違いますよね、それは。確かに。ぼっちや、ぼっち。ぼっちや、ぼっち。それ
さ、去年のクリスマスさ、ずっと遥か通った。いや、そう、去年のクリスマスめっちゃパーティーしたわ。リブも、リブもクリスマスも全部チキンとピザとポテトとアイスケーキ食べたよね。美味しかった、マジで、盛り上がった。めっちゃ並んだよ、そのアイスケーキを31に買いに行った2人で。うん、めっちゃ並んで、その後にネネチキンも行って、いいの、カオスに持ち帰ってカオスで食べるって最高や。そういえば私もケンタッキー去年並んだ記憶あるわ。めっちゃ並んでんだよ、思い出した。めっちゃ並んで、なんか整理番号みたいなさ、整理番号っていうか、なんか予約の列と、なんか買いに来た列みたいなのが分けられてて、めっちゃ並んでた。前も毎年食べてる、あれケンタッキー。毎年美味しい。あれも美味しいよね。本当悲しくなるよね、あれ。悲しくなる。もうこれ聞きたい。チキンはグリル派か揚げた派か。絶対決まってる。なこれ結構分かれるくない？絶対決まってる。あれかも。じゃあ行きますか。はい、グリル派の人。はい。はい。おお。4。おお。揚げた派の方。グリルって何ですか？ね、前の分かんない。グリルが。ね、分かんない。あ、なんかついてる。なんか照り焼きみたいな。そう。グリル。グリルだ。グリルの方がクリスマス感ある、ある、ね、でも今これ食べてちょっと揺らいでるかも。確かにこれめっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しいな。でも結局グリルになっちゃうんだよ。確かに完食になるよ、はるか。まだあるよ。本当だ、お酒飲みたくなる味してるわ。飲みたい。本日はノンアルで行かせていただいております。シャンメリーとか飲みたかった。飲みたい。プリクラのシャンメリーとかあるよね。ある、飲んでた、ちっちゃい頃買ってた、よく。マジで美味しい。食べるのむずね。骨多いとかを分けちゃった人ごめんね。バイバイとか多くない、絶対。骨ね、まあ骨はね、大好き。骨、え、え、骨食べる人、食べるの大好きってこと。はい、皆さん、私骨と現金でございますよ。言うとしたのごめんね。いや全然、前はあの骨大好きだよってなんか、でも意味わかんなかったね。骨食べるのってなっちゃうよ。え、でもさ、みんなさ、クリスマスプレゼントとかさ、なんか欲しいものとかないの？なんかでもさ、もうこの年になっちゃうとさ、欲しいもの自分で買っちゃうんだよね。性格上結構なんか欲しいと思ったらその時に欲しいから、そう買っちゃうかも。なんだろう、チート名誉。欲しいのは、時間。あ、欲しいのは愛情。わかる。欲しいのは彼氏。そりゃそうだ。何かおもちゃとか、なんかそんなこと言ってもおもちゃ欲しいよ。飢えてる、飢えてる、みんな。みんなガチャガチャのおもちゃ欲しい。あ、いいじゃん、おもちゃ。いいやん、そういうのが欲しいんだよ、みんな。飢えすぎてんのよ、みんな。みんなの愛が欲しいよね。本当にそれはそう。愛は足りてないね。愛は足りてない。ちょっとみんな愛を伝えてください。はい、本当に。だからみんなコメント欄に書いてね。そうだよ、大切な人とね、これを見てる人は今すぐ伝えてください。一回動画切って、あ、そう、愛してるよ、好きだよ、愛してるよ。でもメンバーからの愛が足りないから、やっぱメンバーからの愛が欲しい。大好きだよ、愛してるよ、可愛いよ。愛情表現の方法がさ、言葉じゃないのよ、行動だから。わかる、わかる。今愛伝えてほしいって言ってどうしようかなって思って。どうしようかな。でも行動が一番の、行動が正直ね。好きな人やったら LINE とか来るとするやん、すぐ飛んでいくで。飛んでる、夜中でもすぐ。かっこよ。マジ呼び出そうかな、愛情があればね。今はどういうこと？にて発覚してしまった。もしかしたら愛じゃない。ひーちゃんとか行くよ。大丈夫、ひーちゃんに愛はあります。前にひーちゃんとあのネイル一緒にいた時に早めに着いてたから、ちゃんと好きな人には早めに着く時間を知らない。言い訳ね。言い訳ね。ちょっと辛かった。でも確かにソルトはなんかっちゃんさん、たっちゃん大好き。一音でもソルトは来てくれるって言ってた。確かにクリスマスもすごいね、過ごす、たっちゃん。じゃあみんな、サンタさんに電話した。電話なの？え、かかってくるの？サンタさんから。え、電話なの？え、電話かかってくるの？はいはい、私電話派だった。電話派だった。
電話。お手紙じゃなかった。電話したのって。え、言われる。ママがサンタさんに電話してやり取りする。電話派の人3人。え、お手紙派。お手紙派。お手紙靴下に入れるんだよね。え、そうなの。違う、電話の返答がお手紙やった。うん、そういうこと。え、返答も来るんでちゃんと。うん、なんか電話で、うん、なんかこれこれが欲しいって言っててくれたよねみたいな。今度あれをしてるご家庭だったんだね。サンタさんいるよ。いや、ちゃんとだって私なんか英語で書いたから。え、すごい、大事にしなお。パパママサンタさん。え、ぶっちゃけ何歳まで信じてたの。中学生入ってからは信じてなかった。うん、自分のところには来てないと思うけど、うん、ほんまにおるなとは思う。だって普通に、なんかもういなかったらこんなサンタさんこれで作れないじゃん。だからおると思うの。今でもね、いると思うよね、うん、大昔はいたけど死んじゃった説。うん、なんかあれも、うん、うちもそれ信じてる。でもね、ありえる。でもおると思う。じゃあ、いたんだ。うん、多分いたと思うよ。いたと思うじゃん、今もいるよ絶対。いるね。26歳まだ信じてる人いますか。いますか、ほぼに。いるんだって。でもね、はるかも思うよね、うん、ほらいるのはいると思う。いるのはいると思う、うん、ただ日本にはいないじゃん、うん、え、そう、海外人。オーストラリアだ。あ、え、ノルウェーとオーストラリアサーフィン乗ってる。サーフィンに乗ってる。夏だからね、向こう。え、サーフィンなの。ごめんね、向こう夏だから。ほう、そういうこと。海パンのサンタさん。そうすごい。いや、日付的には一緒なんや。ほう、うんうん、じゃあ雪じゃないねんな、あっちは、うん、そうだよ、海ですよ。私たちも画面の前のみんなにプレゼント与えて売る側やからね。確かにね、うん、みんな一人ずつ言っとく。みんなにプレゼントの言葉。やめてそれ。もうさ、ソラトだけしか言ってない、そういうの。え、そうだよ、ソラトは。そのそういうの言えるかもしれないけど、中日チックなこと。大批判やばい。あれ言えない。でも文字のは絶対言える側やぞ。うん、うん、言える。だって皆さん、お仕事ですよ。私たちは夢を売るお仕事です。いや、あれふざけちゃう、そういう。ふざけちゃうね、わかる。代表引きするって言ってた。ほら、欲しいやろ、食べ。骨骨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 じゃあそろそろ結構動画見られてて言えない話もみんなあるんじゃないかって思うので、はい、出していきたいと思います。はい、はい、本日も動画見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいクリスマスになりますように。高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。また明日の動画を見てください。バイバーイ。